はい、こんにちは、カッパパです。今日はですね、僕が持ってるアウトドア用のストーブ、登山とか、トレッキング、キャンプ、いろいろアウトドアってありますけど、その中でもですね、どっちかって言えば、登山寄りですね。でね、大きく分けてこういうバーナーと2つありましてね、ガス管と一体になって使うタイプと分離して使うタイプってあるんですね。で、今日はその分離して使う方のタイプをご紹介したいと思います。で、こちらはですね、プリムスのイータスパイダーというストーブになります。一応専用のですね、これかなり立派なケースがついて、このケース自体で結構重いんですけど、ちょっと開けてきますね。はい、こんな感じで入ってます。20回ぐらいかな、さほど使ってないですね。これの中身はですね、このポットが入ってます。それと、ここはちょうどね、ライターとか、入れるスペースになってます。で、僕はね、いつも山行く時っていうのはこの東海の100円ライター、このライターしか持ってかないんで、このライターを入れるようにしてます。じゃあ蓋を開けますね。こういう蓋がついてます。蒸気逃がしとかね、あとパスタのお湯切り用のですね、穴がついてますね。赤い帯になってるのは、これはシリコンゴムで、滑んないようにということと、あともう一つシリコンゴムなんで耐熱性能がありますので、もっと熱くならないようにという配慮でくっついてます。中はですね、こちらの分離式のですね、ストーブがついてます。と、内側にですね、プリムス印のプラスチックのカップが入ってます。で、ここがですね、分離するんですけど、鍋の部分と外側風防の部分ですね、こういうふうに分かれます。で、鍋の方からご紹介しますと、鍋、ポットですね。これがね、容量1リッターのポットです。で、やっぱりこの製品最大の特徴がここにありましてね、見えます？ジェットボイルと同じようにヒレヒレがついてますね。これヒートエクスチェンジャーって言いましてね、熱を効率的に鍋に伝えるというような構造のものが入ってます。で、外の風防、ウィンドガードなんですが、一応この風防の中にですね、全てのシステムがポーンと入るような設計になってます。でね、これは僕が使った、アウトドア用のストーブ、これはガソリンストーブも含めてなんですけど、一番効率がいいです。っていうのは、同じ容量の水を沸かすんだったら、これが一番早いです。これはもう僕の主観ですよ。何回か沸かした経験の中からですね。ちょっと組み立ててみますね。この底の部分を見てもらうと、これ3つですね、銀色に光る部分がありますね。この3つはですね、磁石になってます。で、こちらのスパイダーストーブを入れた時に、ピタッとここでですね、くっつくようになってます。この磁石のおかげで、中でスパイダーストーブがずれるようなことがないんですね。で、外すときは軽くパカッと取れますが、くっつくときは結構強力にですね、ピタッと、こんな感じでくっつきます。はい、で、こんな感じで置いてですね、ガス管は、基本的に、OD 管タイプですね。この OD 管タイプでしたら、使えます。じゃあ、とりあえず250の管でですね、つけてみたいと思います。はい、こんな感じですね。で、この鍋、容量がね、ちょうどこれ1リッターだと思いましたね。この1リッターの鍋をここに置くと、で、蓋をかぶせると、こんな感じで、使います。高さがね、だいたい22、3センチになっちゃうんですね。ただこれ分離式ですし、重心が非常に下にあります。ストーブが何せこの高さですから、非常に安定をしています。もちろんお湯を沸かすだけじゃなくてですね、パスタを茹でてですね、ここからお湯を捨てるとかね、いろんな使い方ができます。このストーブ自体に着火装置はついていません、ね、こういうところでカチャカチャっていうのができませんので、こういったライターでですね、つけて、こんな形でつけてもらうんですが、非常に火元と手元が近いですから、ちょっと怖いなと思う方はですね、よくこういうの売ってますよね、アウトドアやる方は持ってますが、ピッて伸びるやつね、これで
こういうやつね、こういうやつでというと安全かもしれませんね。まあ、ちょっとね部屋の中なんですけど、一応換気はきっちりやってますんで火つけてみますね。ここを緩めます。見ていただいた通りですね、まっすぐ炎が立ち上がる、これ直噴型ですね。直噴型ですので鍋の、まあ、ど真ん中にですね集中して火が当たります。ですので、まあ、このようなですね熱を逃がさないフィンを持っているタイプのですねクッカーであればですね、ここに当たりますから、で横に広がって熱を取り込むという構造になってますので、こういったタイプのクッカーを使うことをお勧めします。これがね炎がバーッとこう広がっちゃうタイプだと、効率的に当たらなくてね、かえって、ね、一酸化炭素中毒を出すんで、必ずこういったヒートエクスチェンジャー付きの鍋の時はですね直噴型のバーナーを使うことをお勧めします。まずね気になるのが重さです。重さはどこからどこまでかっていうと、このガス管を抜いた重さですね、鍋本体と風防、それとスパイダーストーブ、あとこのカバーですね、これで全部込みでですね 655g です。登山のストーブってことで限定すれば非常に重い部類になりますが、例えば車で移動するとかね、大した距離歩かないとか、あんまり上に移動することがないってことであれば、まあ全然問題ないような重さです。はい、こちらの鍋自体の素材はハードアノダイズド加工ね、まあ、よくありますよね、こういう色のやつは大体そうなんだけど、内側がですねセラミックコーティング済みです。これがまあめちゃくちゃいいですね。豚肉の油でね野菜炒めたことあるんですけど、まあ、全然ね問題ないです。あの家庭用の鍋と全く変わらない出来の良さです。こちらのストーブの出力ですね、こちらのね赤い方の表記のガスを使った時にですね1900kcalですね、アウトドアストーブの単品の出力とすれば弱い方です。ただこの風防システムとあとヒートエクスチェンジャーを使ってるってことで非常に効率よく熱が伝わりますので、あえて出力弱いストーブが収納されています。少ない燃料で効率よく熱を伝えるというのに特化したストーブになっています。で燃焼時間に関しましては、こちらの250のガスね、これを使った時にだいたい80分ぐらいで、僕の使い方で言いますとね、2泊3日の参考に持ってった時、まあこれどういうケースかっていうとね、尾瀬をね2泊3日で歩いたケースなんですけど、これ1本で足りました。で1日沸かすのは2回ですね、まあ朝沸かして、沸かせてもね朝はねコーヒーとあとパン焼くぐらいで、昼は山小屋で飯食って、で夜はご飯を炊いて、まあ、簡単な炒め物をすると、またお湯を沸かすと、1日2回ですね火を入れるケースで想定しますと、2泊3日の参考なんていうのは、まあ、全然この250のガスで間に合っちゃいます。非常にこのバーナーの出力が弱いから使う量も少なくて済むということでございます。で、まあ、一応しまうとこまでこれはやってますね。しまうときはですね、とりあえず全てのものを外します。でこの PP のケースを入れますね。これは入れといてくださいね、中にストーブを入れた時の、まあ、保護になりますので、こんな感じでこれぶっ込みます。うまい具合に入れるとこの110缶のガスが入っちゃうんです。こんな感じだと思った、こんな感じですね。多少出てんだけど、でこれを入れます。でここにさらにかぶせます。はい、でこんな感じで入っちゃうんですね。はい、で最後ねこのケースの説明なんですけど、このケース非常にですね、まあ、このままこうスタンドするぐらいがっちり作られてるわけなんですが、まあ、この中でいろいろお湯を沸かしたりね、中で支柱を作ったりとかっていろんなことをやった時にこの中ぶっこんどくんですね。あとご飯炊いた時もそうですけど、ここでかなりの保温になります。
なんかね、これ入れたらね、1時間かそこらしてもね、非常にこの中暑かった。まあ僕からしてみれば、皆さんに何をお勧めするかっていうと、もしこれを添えるぐらいのスペースが確保できるんであれば、ぜひこちらのプリムスのイータスパイダーストーブをお勧めしたいと思います。ただ現状ね、さっきね、Amazon のページ見てたら、一応ね、17,000-18,000円で売ってた。うん、このパターンでね。でね、ただメーカーのホームページはもうないんですね。だからもうメーカー的にはもう作ってないみたいですね。はい、以上、プリムスのイータスパイダーストーブのご紹介でございました。はい、じゃあ続いてですね、ご紹介したいのがこちらのストーブですね。じゃん。これさっきのね、イータスパイダーストーブについてたものとはまた別なんですね。これはこれでね、ずいぶん前に買ったんですね。ちょっとかなりここら辺やばいことになってますけど、 P136 プリムスエクスプレススパイダーストーブ2っていうモデルです。まあ、こういう風に足がですね、完全に折りたたまるタイプですね。で、ぐーっとこう開くとですね、まあ、このような三徳五徳になってます。やっぱり分離式ですから、非常にこの高さがですね、こう低いですね。はい、この110のガス管、まあ、これをつけてみますね。はい、こんな感じになりました。このシステムって僕大好きでね、一番使用回数が多いのがこの組み合わせなんですけど、先ほどのイータスパイダーの時も申し上げましたけど、まあ着火装置はないんで、ついてないんですね。ですので、まあ、例えばこういったライターとかですね、まあ、先ほどと一緒に、まあ、手元からね、火を離したいときに、まあ、こういった首が伸びるやつ、ね、こういったものを使って着火するというパターンです。一回ちょっとね、先に着火してみましょう。じゃあここを開けます。はい、このあったけ、今見ていただいた通りですね、もろ直噴型ですね。スパイダーストーブの特徴は、もうこう直噴というのが特徴になってます。でね、ここにヒートパイプがこう通ってますよね。このような形で燃料から来てですね、これガスですね。ガスがこう来て、ヒートパイプが通って、バーナー口に行ってます。まあ、自らですね、自分のガスを温めながら噴射していくというパターンで、非常にガスストーブの中でもシンプルながら効率のいい方法をとってます。まあ、何せね、軽いもんですからね、ちっちゃいしね。で、やっぱり分離型のいいのはね、安定してますよ。鍋を乗せた時とかもね、だってこれしか高さがないんだから。バーナーとボンベを離せるっていうのは非常にこれね、有効的なことで、温めようと思えばね、こう近づけばいいんですね。ただね、そういう必要がない季節はもう完全に離しておいた方が安全なんで、まあ、この距離が取れるっていうのがやっぱり一番大きいですね。まあ、スペック的なものはですね、出力に関しては 2.8kW ですから、まあ、2400kcal ということで、そこそこ普通のアウトドアストーブ並みのですね、出力、まあ、それでも若干低い方かな。この五徳の径がですね、156mm と、まあ、これもね、結構広いですよ。これ大きめの鍋も問題なくね、乗っけられます。で、燃焼時間はこの大きい方の250のガスね、これを使った場合に約70分というふうに、まあ、メーカー的には書いてあります。これもね、まあ、僕が使った感じですけど、正直言うとね、これで250のガスをね、一貫使い切ったことがないんですよ。まあ、行くたびに、まあ、新しいの持ってくんで、これはね、一泊とかね、日帰りでよく使うんだけど、2泊3日とか3泊4日の参考っていうのはね、最近だと3年ぐらい前に、まあ、うちの奥さんと唐沢カールまで行って、パノラマコースを通ってね、徳沢まで降りてきたことがあるんですね。で、その時に使ってた参考で、こちらを使用したわけなんですが、そうだね、このちっちゃい方の110のガスがですね、丸々というか半分以上残ってましたね。どんなクッカー、鍋を使うかにもよるんですけど、非常にこのヒートパイプの構造も素晴らしく、非常に効率よくガスを燃焼することができるので、まあ、他のメーカーのやつよりはよっぽどいいんじゃないかなというふうに思います。収納サイズは本当にまあ、数字で一応書いてはありますけど、手でキュッと握れるサイズですね。で、こちらの本体の重量、このガス管を除いたですね、この本体の重量で言いますと 195g ということで、非常に軽いです。
まあ、もっと軽いストーブは実際ありますけど、まあ、この別体式のストーブでですね、こんだけ立派な五徳があってですね、ヒートパイプが通っているもので 195g っていうのは非常にこれはよくできたストーブになります。これはあの現行品ですよ。確か定価がね1万ぐらいだと思ってな。で、大体 Amazon で8000円から9000円の間で売られてると思います。はい、以上がプリムスエクスプレススパイダーストーブ2のご紹介でした。はい、続いてのご紹介です。これはねもう紹介する必要もないぐらい愛用者が多いストーブですね。 MSR のウィスパーライトインターナショナルです。 MSR はねこれともう一つ別体式のストーブでドラゴンフライトっていうのがあります。まあ、僕はあのドラゴンフライはですねちょっとうるさいんで人にあげてしまったんですが、今現在はですねこのウィスパーライトインターナショナルの方を使ってます。これはねちなみにあのホワイトガソリン入れてます。普通のガソリンで使う人もまあ灯油とかねいろんな方もいらっしゃるんですけど、やっぱりねススがねそんなに出ないんですよね、やっぱりホワイトガス入れると。でね、僕あの正直言ってね黒焦げのクッカーだとか、あとあの黒く焼けたねストーブって使うのあんま好きじゃないんですよ。まあ、僕はあのボーイスカート時代ねあの焦げた鍋使ってるとねよくリーダーに怒られたんで、必ず焦げても汚れを落とすようにしてますんで、まあ、これも必死にねよく磨いてるんですが、これはもともとそんなにススが出ないんで、雪山なんかねテントの中でこれ使うことが何回かあるんですね。ね、外雪積もってる時ね、もちろん十分換気に注意してやったんですけど、その時にススがね飛ばないっていうのは結構大事なことなんです。あの知らず知らずのうちにねふわーって飛んでね、なんか寝袋のとかについちゃったりね、なんか袖とかについてこう黒くなっちゃったりすることが実際あるんですね。やってみると分かると思うんですけど、まあ、そういうのがあんまり嫌なんで、これプレヒート、ここにガソリン垂らしてプレヒートするんですね。バーって温めて、まあ、その前にねこれあの圧をかけときますけど、ここにガソリンでプレヒートした場合ってどうしてもススがねここに溜まりやすいですね。ここら辺がねススで真っ黒になる。でこれがねペリッて剥がれて飛んじゃうんだけど、で僕の場合は多少めんどくさくてもアルコールでプレヒートします。アルコールは意外と大したもんでね、雪山とかでもほとんど影響ありませんし、まあ、燃えればねススもほとんど出ないんで、アルコールでやった場合はまあ綺麗に使うことができます。まあ、正式名称ねちょっと飛ばしちゃったけど MSR のウィスパーライトインターナショナルですね。で重量ですね、重量ボトルは抜いてこの本体とポンプだけであれば 309g だって、意外と軽いんだね。俺ほとんどそういうふうな見方したことなかったけど、燃焼時間これは 600ml の液体燃料、つまりまあ大体これ1本ですね、まあ、約2時間程度ですね。で出力に関しましてはカロリーですけど 2772kcal ということで、あの非常にパワーがあります。でこちらはですね使える燃料に関しましては、先ほど申し上げました通りですね、ホワイトガソリンとあとはレギュラーガソリン、あと灯油、あともう一つね、これ使ったことある人って多分あんまりいないんじゃないかと思うけど、ディーゼル燃料だって、まあ、そこまでね燃料ホワイトガソリン使えば、もしくは普通のガソリン使えばと思うのね。これは間違いなくいいのは絶対寒くてつかないってことがないんですね。必ずと言っていいほどつきます。まあ間違いなきゃね。これね先にまあくっつけちゃいましたけど、まあこれストッパー外してねここを抜くのね、まあ、まあ、分かります。まあこんな風先端はこんな風になってるんですけど、でこれがボトルです。おお少し漏れちゃった、ここはよく締めといてください。非常にシンプルなんですね構造がね。で僕の場合はだいたいですねこの半分ぐらい入れてきます。半分からねちょっと上ぐらいが一番このポンピングした時ですね圧が効率よく伝わるんで、それぐらいにしてます。そうすると実際使うのは1時間ぐらいしか使えないんですけど、1時間使えればもう十分でね、まあ、予備でガソリン持ってきますけど、このタンクに半分しか入れません、まあ、そういうふうに習ったんですね。いまだにそれをやってます。で基本的にはまあこれとこれですね。で雪山の場合1年にそれでもね動画に映るとまずい連中とね、雪山はね3回か4回必ず行くんですよ。まあ僕の場合はその連中の中で一番年がこれでも若いもんだから、いろんなものを持たされるね、まあいわゆる山岳部のノリでやってるんですけど、そうすると必ずね僕の場合はストーブ持ってけって言われるんで、その時はまあこれを持ってって、まあ頼れる相棒ですね。MSR のウ
ウィスパーライトインターナショナルのご紹介でした。はい、それではですね、別体式分離式ストーブの最後4番目はですね、こちらになります。ちょっとガチャガチャになってるんで組み立ててみますね。で、これをぐーっとこう締めてあげる、キュッキュッと、ちょっとまあ五徳は動かなくなるんですけど、今までと比べて大きなストーブです。これはですね、着火のスイッチがあります。イグナイターがここについてますね。ただ火元からで随分離れてついてるんで、まあ安心ですよね。で、ここからですね、ガスのコードが伸びてて、こちらがですね、ガス管に取り付ける部分になります。で、これはですね、普通のガス管ですね、これをつけるようになってます。まあ、デコとボコ、切り欠きを合わせてですね、でこれでグッと締めていただくと、はい、一応こんな形になりますね。こちらはですね、外の ST301、 山やる人はね、こういうの使わないですね。確かに分離式で非常に低く抑えられてて、まあ、上にね、乗せたクッカーや鍋の収まりがいいと思うんですが、これは何せね、重くてでかいんでね、あまり実用的ではない。山ではね、例えば家のテーブルで鍋をやるとかね、あとはちょっと車で、まあ、外でね、なんか作るとか、まあ、担がないで済むんだったらこれぐらいのどっしりしてた方がよっぽど使いやすいですし、このガス缶だってね、ほんと1本100円程度で売ってますし、そういう意味で言うと使い勝手がいいモデルでもありますね。ちょっと火つけてみますね。これはもう先ほど同じようにここを開けます。はい、非常に大きいですね。はい、閉めます。最初にね、ご紹介したスパイダーストーブの2つのバーナーはですね、直噴型なんで、まあクッカーや鍋の底に一点集中でこう当たりますけど、ね、これに関して言えばその真逆でしてね、一点集中じゃなくて鍋全体に火が当たるような構造になってます。ですからかなりこの五徳の大きさも相まってですね、大きな鍋で調理することができます。で、しかもかなり離れますから、そうですね、大きめのフライパンやですね、もう20人前の豚汁作る大きい鍋とかね、週3鍋みたいのも置いても全然問題ない。スペック的な話を申し上げますと、まあ、本体のサイズですね、まあ、幅というかこれが約17、8センチありますね。で、高さがね、この高さが9センチ、非常に低いです。ただ反面重さがですね、このガス管を除いた重さが約 640g ということで、イータスパイダーの一つのセットぐらい重いわけです。まあ、そういう意味で言うと、まあ確かに担ぐものではないなという感じはしますね。やはりガス管が、まあ、どこでも買える、まあ、コンビニでも買える、まあ、そういった汎用性が高いものを使ってますから、まあ、そこらのね、キャンプ場にキャンプに行くとか、ちょっとしたレジャーに持ってくっていうのは非常にこれはおすすめだと思いますね。これね、この間の友達に聞かれたんだけど、なあ、これなんでそんなのくっつけてんのと。まあ、普通はね、この黒い、まあ、繊維で覆われたケーブルがですね、まあ、ケーブルってホースですね、これがまあ普通なんですけど、僕の場合はこの黒いですね、布をかぶせてるんですね。で、これね、なんでこれかぶせてるかってことなんですけど、まあ、そもそもこの素材何かというと、カーボンフェルトですね。で、非常に熱に強いです。まあ、これ自身が燃えることがないです。これ離れてるからまあいいんだけど、その間ってホースでしか繋がってないんですね。チューブでしか繋がってないんで、そのチューブが損傷を受けると、一気にここから燃料が漏れて大変なことになるんです。で、特にこのモデルっていうのは大きな鍋を乗せることを前提にしてますんで、当然そうなると輻射熱が強くてですね、ここにあるホースがダメージを受けるんです。で、それを防止するためにカーボンフェルトでここでカバーをしてます。これはね、カーボンフェルトを切ってね、これホッチキスでカチャ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 ってこう止めただけなんですね。ただね、やっぱりこれがあるとね、安心なんですよ。以上ですね、今日ご紹介したのはキャンプ登山用のバーナーのうちですね、燃料と本体が分離しているタイプの4つです。1つ目がプリムスのイータスパイダーストーブで、2つ目が同じくプリムスのスパイダーストーブ2ですね。
で3番目が MSR のウィスパーライトインターナショナル、そして4番目がこちらのですね、こちらがソトの SP301。 はい、以上ですね、ご紹介でございました。ありがとうございました。